み合わせることで完璧な顔面。麻酔が効きました。こんな感じですね。皆さんこんにちは、大崎さらばです。本日も声優チューブお送りしていきたいと思います。ちょっと聞き取りづらいかと思うんで、ちゃんと編集の方にテロップ入れていただくんですけど、よろしくお願いします。本日のね、おさゆチューブなんて室内でサングラスと帽子をかぶってちょづいてるんだって思うんですけど、そう、私この度顔面課金をしてまいりました。今回、表参道にあるロールクリニックっていうところのご協力をいただいて、全面取材っていう形で、なんと施術中のところまで撮ってきたので、ぜひぜひその様子も見ていただきたいと思います。アートメイクと美容外科手術、この2つが、組み合わせたクリニックなんですね。なので、今まであるようでなかったこの2つを組み合わせることで、完璧な顔面、自分の理想な顔面に近づけていこうよっていうようなクリニックだと思うんですけど、今回はその通りやってきました。まずアートメイクは、まず眉毛のアートメイク、これ完成してるんですけど、後でお見せします。とリップのアートメイク、あと美容外科手術っていうのは長年のコンプレックスさんが組み取りをしてきました。予想外だった課金系、もう一つやることになったので、その辺ちょっと動画内で紹介していければと思います。それでは、おさ YouTube、これちょっとかわして、スタート。すごいね、立地がすごい最高。ちょっと、ここだな、お邪魔しましょう。お邪魔します。私がやるのは、今回、眉アートと熊取り、2つをね、やる予定でここに来てるんですけど、院長の力先生とカウンセリングさせていただいたところ、ボトックス打った方がいいよってボトックス打った方がいいんじゃないですかねって話になって、なんとボトックスを打つことになりました。イエーイ。緊張する。なんかここ眉間のここ、眉間のこれ、これとこれ、ボトックス打ったらいいですよ。それもトライすることになりました。やばい。というわけで、今日はこれから眉アートとリップアートします。担当の方、すごい人気の方なので、ちょっと楽しみにしてます。すっごい上手らしいんですよ。めちゃくちゃうまいらしいんですよ。楽しみです。映してもいいですか？あ、大丈夫です。カリスマの高浜さんです。よろしくお願いします。本日は私どういう風にしたらイケてる顔面になりますかっていうので、どうしたらいいですか、この眉毛は。でもナチュラルな感じに仕上げたいってことなのと、眉毛が綺麗に生えてらっしゃるので、こっちの眉毛の方が綺麗にあるので、こっちに眉毛を合わせていきます。これをベースの形で作っていただくってことですね。はい、すっぴんの時でもこう違和感がないように。それちょっと心配なんですよね。その辺は大丈夫なもんなんですかね。一本一本毛並みで描いていくので、結構、さっきのお客様とかもどこが自分の毛がわからないって方が。それ楽しみですね。よろしくお願いします。お願いします。はい、描いてもらいました。これが黄金比ですか？これよりも仕上がりはもっと細くナチュラルになるんですね。今結構この顔になるわけじゃないですね。そうです。わかります。でも楽しみです。麻酔が効きました。変な感じですね。これどこでしょうか？この内側が入るイメージになります。ほうほうほう。終わりました。なんかちょっとやっぱ顔濃くなった。どう？こんな感じです。すごい。施術したてなので、ちょっと口が腫れてるのかなっていう感じと、眉毛もやっぱちょっと普通より濃く出てるので、ちょっと軽く麻酔が効いてて喋りづらいんですけど、まず最初にくすみを取る色っていうのを入れてもらってるらしいんですよ。
なのでなんか色をがっつり入れるというよりかはくすみを取ってちょっとピンクベージュっぽい元の唇の色にしていくらしいんですけど、めちゃくちゃ喋りづらいなこれ。大丈夫かな。ここからもう一回唇にピンクっぽい色入れたり赤っぽい色入れたりっていう人がいらっしゃるらしいんですけど、私もこれでも十分だな。ここからだって多分もうちょっと薄くなるんだよね。ちょっと分かるこれ。というわけで本日大満足の尾崎さやこでございます。ちょっとまた明日とか、まあ、後日の感じも撮ってみます。こんにちは。半日ぐらい経過した感じですね。やっぱなんか昨日よりちょっとやっぱ濃くなった感じがします。動画で見るとちょっと落ち着いて見えるの。お化粧したらどうなるのか、お化粧してみます。はい、お化粧しました。素敵じゃない。なんか自分ではこんな風に描けないから眉毛、こういう眉毛は化粧じゃできないわ。すごい、なんか元からすごく綺麗な眉毛が生えてくる恵まれた美人さんみたいな眉毛になってる。化粧超楽。リップも今塗ってないんですけど、化粧するとすごい馴染むね。え？売れてんじゃん。はい、3日目普通にいい感じだよね。でもくすみとかがなくて、なんか薄ピンク、ちょっとした薄いピンクのリップ塗ったぐらいすっごいちょうどいい色になった。眉毛はまだちょっと濃く感じるかな。でもこれもありかも、化粧してるっぽくて。経過しました。その間ちょっとしばらく撮ってなかったんですけど、どうですか、ね、もうあんまりここの最後に動画撮ってからこれに至るまでそんなに変わらなかったので、毎日は撮らなかったんですけど、こんな感じです。だいぶ落ち着いたの。多分これで多分完成だと思うんですけど、唇とかなんか全然すごい違う。リップ塗ってないのにちょっとピンクっぽいんです。私もうちょっと、うん、なんだろうか、ミミズみたいな色をしてたんですけど、こんな感じでちょっと薄いピンク。このままも全然さ、ただ見てここヘルペスできちゃったわ。なんでかっていうと、全く薬をちゃんと飲まなかったわね。皆さんはちゃんと飲んでください。朝飲んでと飲まなかったのは晩だけだと思いますね。そしてですね、本日また行くんですよ、クリニックに。熊取りをしている。ほらこれね、この線、この線がなくなることを信じて楽しみです。それじゃあね、ステーキの方がいいですか。はい、お願いします。あ、そうなんです。あの前ね、もうすでに、カウンセリングね受けさせていただいていて、はいはい、その時にボトックス打った方がいいですよって、はい、そうですね、はい、言っていただいて、はいはい、そうだから私ちょっとボトックスとはっていう感じで、はいはい、なんで打ったら良いのか、はい、正直言って私みたいなチキン野郎ってこうなんかボトックスとかでもやっぱ筋肉のなんか動き止めるじゃないですか、はいはい、だからちょっと後々筋肉止めちゃって大丈夫なのみたいなのが気になるんで、はいはいはい、どうなのって聞きたいです。はいはい、いやもう全然大丈夫です。なんで大丈夫なの。筋肉止めるんですよ。あのボトックスって結局あの一時的にその筋肉の動きをストップさせるだけなんですよ。言ったらあの筋肉っていうのは神経から指示が来て、うん、で動けって指令するわけじゃないですか、うん、ボトックスはその神経と筋肉分に指示行くところがストップされるんですね、うん、でそれが持続するのが 4,5 ヶ月ぐらいなんですよ、うん、なんでやめたらすぐあの動き出すんです、うん、やめたらあのボトックスって、まあ、美容外科医的に言うと美容室に行くのとほぼ変わらなくて、髪って切らないと伸びるじゃないですか、伸びてきたから切ろうじゃないですか。美容外科医的にもボトックスが切れてくると筋肉が動き出すからそろそろ打とうぐらいな概念なさです。じゃあなんか別に動かなくていいとこが動いてるってことですか。そうです。あ、そうなんだ、はい、でもなんかボトックスとかそういうちょっと細かい施術をずっとやりすぎた人って、はい、なんかこの辺の筋肉固まってる人とかいるじゃないですか、はいはい、あれはどうしたんですか。あれ普通にずっと打ち続けて打ちすぎてるだけです。量がいけないんですか。量というかバキバキに効いてる状態が日常になるから、みんなボトックスの後遺症だってみんなそう思うと思うんですけど、うんうん、そうそう、ただボトックスが効いてるからその顔になってるだけっていう感じです。そうの。でもああなりたくないじゃないですか。はい、ならないです。ならないんですか、はい、そういう顔になるにはこことここは組み合わせるの気をつけた方がいいよみたいなところがあるんですよ。ちょっと欲張りすぎてるっていう感じなんですかね。そうです。で私なんでボトックス必要ですか。お話ししてる時とかにちょこちょこ眉間にシワが寄るシーンがあったので、そう、はい、あとちょっとだけこの縦じわがね入り始めちゃってるんですよ。体って僕も打ってますけどこれぐらいです。全然動いてないんだけど。全然しじみの筋肉みたいです。それ褒めてるんですか。それは褒めてる。
ました。じゃあとりあえず怖くないっていう感じですか、ね、大丈夫です。痛くないんですかボトックスで。ちょっとチクッとします。でもなんか今日熊取りで麻酔してるから、はい、ラッキーみたいなとこないですか？ ありますね。局所麻酔と小気麻酔ってのをするんですけど、小気麻酔するとまあちょっと酔っ払ったような感じで受ける、楽しいですね。楽しいです、と思います。それで私、すみません、はい、そう忘れてた、欲張りたいことが一つあって、すみません、今日ちょっと肩ボトックスっていうのが、はいはいはい、気になってて、はい、この当日に言うなよって感じなんですけど、本当に本当に言い忘れた。ここしたいんですけど、いいですか？全然大丈夫です。肩こりはですね、たまに残る方がいます。肩のラインが綺麗に見えるはほぼ皆さんをご満足いただくんですけど、それは大丈夫です。どうせまた来るだろうとは思ってるので。わかりました、はい、でも4ヶ月ぐらいで切れてきちゃうんで、うんうんうん、したらまた来ていただいて。はい、わかりました。安いです。まあ、ただボトックスって体に害はないので、一回試してもらって、うんうん、すごくいいんだったら続けてもらって、うんうん、嫌だったらやめるっていう感じです。うん、わかりました、うん、その眼下脂肪というものを取ります、うんうんうん、でこれを取るとですね、涙袋がおそらく出ます。うんうんうん、セゴさんの場合両方同じように出てるので、うん、おそらく普通に取れば綺麗になるんじゃないかなと、うん、ただこれね、まだ開けてないんでわかんないんですけど、うん、そうなるんじゃないかなとは思います、ね、なるほどですね。最後に施術法をすごい簡単に教えてください、はい、こうしてこうしますぐらい。今回はこの目の内側のところから中に入っていって、表面に傷つけない方法でこの中の眼下脂肪というのを取ります。こうひっくり返してこの中に入っていって脂肪を取るって感じですね。ちなみに紗友子さんは何されてるかわかんない状態だと思います。長期麻酔されてる時でも目は見えてないんですか？見えてないというか、つぶってて、つぶった状態でクリッてひっくり返されるんで、ここがペロンってなるんですか？やめてください。やめてください。じゃあペロンってして切ってペッって感じですね。はい。わかりました。切るのは別に全然血も出ませんし、麻酔もするんで全然痛くないし。血出ないんですか？電気メスってので止血しながら切っていくので、全然大丈夫ですね。すごい、そうなんだ。わかりました。楽しみ。じゃあ綺麗になると思います。うん、ちょっとでもドキドキが収まりました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。すごいですね。ここでやると。ここでやります。結構カジュアルですね。いや、まあ熊取りとかの手術はここで全然できるので、うん、マッサージするとこレベルにカジュアルですね。そうですね。なんかもっと手術台みたいな、もうカシャンみたいな、これ手術台ですよ。あ、そうなんですか、はい、こんなカジュアルでちょっと安心しました。まず熊取りしていくんですけど、今100の熊がすると、色味が残ったケースが30、残ないケースが0だと0から30のどこかになるかなと思って、うんうんうん、一つ言えるのは今よりは 100% できないです、うんうんうん、では、はい、何かこう聞いておきたいこととかありますか？麻酔が効かなくて痛いことはありませんか？さっき聞いたけど、みんな気になってると大丈夫だと思います。と思います。はい、と思います。いや、痛いと言われたことほぼないんですけど、まあ、ただ熊取りするときに奥の脂肪を引っ張るので目の奥の牽引痛というのがあることはありますので、わかりました、安心してよろしくお願いします。大丈夫だと思います、はい、で、それが終わったらボトックスっていう感じですね、はい、はい、大丈夫ですか？大丈夫です。いいですか？はい、ちょっとお待ちください、ね、はい、スッキリしたの分かりますか？全然違います。涙袋出ましたよね、両方、うん、へこみどっか気になります？全然気にならない。全然大丈夫だと思うんですよね、うん、最後ちょろっと開けてちょっとだけここを取ってきますね。痛みは麻酔以外で何かありますか？痛みは、なんかこっち5秒、はい、こっち10秒ぐらい、はい、謎の今まで感じたことのない痛みがあります。すごい喋りづらいな、今これ。喋りづらさはここの麻酔で、痛みはね、このなんかこう鈍い、こういう痛みですよね、こういうグーっていう。切られてるわけでは、うん、切られてる痛みじゃない、引っ張られてる感じだと思うんですけど、
あれはあの、まあ、奥目の奥のところの、脂肪を引っ張ってきてるので、うんうん、その奥からビヨンと引っ張れる感じで、全然ショートパスで耐えれたと思うんですけど、まあ、これ すごく痛みが苦手な方とかは眠った方がいいって方もいるんですけど、それはないな。それはないな。それはないと思うんですけど、うん、ただその焦げた匂いと相まって、はい、これは焼かれてる匂いなのでは、痛みなのではみたいな風に感じちゃうのが怖かっただけで、はいはい、あれは引っ張られてる方の痛みですっていう風に聞けば大したことないです。取るときに僕麻酔してるので、うん、そのまあ切られてるとかそういう痛みとかじゃなくて、こうなんかこうクンって引っ張られてるような、うん、あ、じゃあ多分その切られてるとかは皆無です。全然わかんない。確かに本当ですか？本当にわからないです。この前小学生も普通に受けていったんで。小学校卒業して中学校が、はい、もうずっとちっちゃい時からある場合は取っちゃった方が良かったりするので、まあ、そうか、すごく程度が強かったので、この段階でも取ってもいいねっていう風に、まあ、発育も早かった方だったんで。なるほどね。あ、じゃあ、でも小学生でも全然大丈夫だと思います。下手したら5歳5歳は息子5歳なんだけど5歳頑張ればいけるんじゃないかなぐらいの痛みです、はい、よかったです。え、私今笑えてますか？笑えない？この子もしかして笑ってますよね。笑ってますか？うん、笑えてると思いますよ。そうですか、はい、鏡見てみますか？いいですか？すごい、え、めっちゃ綺麗じゃん。めっちゃ綺麗ですよね。めっちゃ綺麗じゃん。すごい、もう、え、ってか術後こんな綺麗なんですか？なんかもっと、もっとひどい、なんかこの辺が赤くなったりとか想像してます。いや、全然全然全然、めっちゃ綺麗。すごい、なるほどね。ボトックスの方が痛かったですね。あ、本当ですか？これよく4ヶ月に1回慣れるのか。いや、いいって、で、僕結構地獄でしたから、自分でやるからめっちゃ痛いですもん。まあ、でもまあ正気麻酔してれば痛みの弱い方は正気麻酔される方もいますし。え、自分で正気麻酔しながら自分で打つんですか？僕それはできないです。それはできないです。もうちょっと分かんなくなる。分かんない。ボトックスは1,2,3,4,5,6 で1,2,3,4,5,6,7,8。まだ動か、まだ動きます。あの1週間ぐらいかかります。へえ、めっちゃいい感じだと思います。なんかこの引きつる感じ、分かんない。なんかこの辺、この辺打ってないですか？打ちましたよ。あ、打ったのか、はい。ちょっとチクチクしますね。あ、しますね。なんで？あ、ボトックス打ったからですね。ボトックスが効いてるよって言ったら、というか、まあ、先そこに針刺したので、うん、どうしてもそこの皮膚の筋肉とか動くと、まあ、針刺しのところ、あ、傷口ってことか。なるほどですね。すごい、めちゃくちゃ大変なところですよね。めっちゃいいですよね。これ本気で笑ってるんですよ。へえ、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで私、昨日熊取りの施術をしてきました。ちょっとここにね、影がある感じはあるんですけど、どうですか？一緒に見てもらいます、うん、どう？ママ、うん、いい感じって言ってんな。そう、なんとダウンタイムがほぼない。いや、本当にこれ、これ見て、本当にすごくないですか？ちょっとこの影があるんですけど、これがダウンタイムですね。これ、こっちに関してはほぼほぼない。びっくり。朝起きてもっとパーンってなってるのかなと思ったら、全然そんなことなかった。初めてやった先生だからわかんないけど、多分これ相当お上手な方なんだと思います。なんでこんなのもっと早くやんなかったんだろうってぐらいで、ちょっとこれはまあとりあえず次の日って感じなので、あの引き続きダウンタイムで経過を追っていきます。どうですか？なんかね、今朝ちょっとダウンタイムっぽさがありました。ここが少しこう、うん、晴れというかむくみというのがあったんですけど、なんかまあ数時間で引いてきて、まあ、ちょっとここに影ありますけど、これが多分内出血なのかなと思うんですけど、もう全然多分このまま誰かに会っても気づかれないんじゃないかなと思います。あ、パン焼けた。じゃあね、熊取り途中からダウンタイムなかったから途中からも撮るのやめちゃったんですけど、本当にダウンタイムがほぼなかった。あの、撮りがいがないなっていう感じで途中で撮るのやめちゃいました。すいません。で、今もう多分これ結構全部落ち着いた感じがして完成形だと思うので、ちょっと撮ってます、動画を。眉毛もね、ほら自然でしょ。本当に何もしてない状態のドスッピンなんですけど、眉毛めっちゃ綺麗。リップも自然じゃないですかね。とりあえず一旦これが完成です。はい、いかがでしたでしょうか？本日の作業中をお送りしました。というわけでね、あの、もったいぶってたわけじゃないんですけど、せっかくなんで撮りました、サングラスとね、はい、帽子こんな感じです。どうですか？ちょっとマシになりましたが、声がマシになってねって話ですよね。すいませんね、本当にね。どう変わった？私、ね、
変わった顔。すっげえ。うん。化粧してるからしないか。なんかこう、わかんない。薄いナチュラルメイクもあるから。なんかその時は、なんかメイクしてる。メイクしてるから出たってさ。クマわかるって言ったの。わかる？意識してない。わかる？私もやっぱすっぴんで外歩くっていうことが全然苦じゃなくなったんで、本当にやってよかったなと思います。長浜先生も力先生も本当に素晴らしいので、ぜひぜひ気になった方はルールクリニックで高浜さんと力先生にぜひ施術してもらえたらこんな感じになるかなと思います。もう今だいぶ落ち着いてきてね、眉毛もいい感じでしょ。リップも今だったんですけど、元からこんな感じでクマね、もう大変落ち着いたので、もう何もない、押してももう痛くない感じですね。施術してからもう1ヶ月ぐらい経ったかなと思います。もう全部落ち着きました。私の声聞こえてますか？聞こえてますか？あちらのロールクリニックさんでも最近 YouTube 始められてそうなんで、そちらのチャンネルも概要欄に載せておきます。で、そちらで今回ロールクリニックさんが私と力先生に取材してくれたお話もあるので、そちらでまた力先生の方の動画も見れますので、よかったらそちらもご覧ください。と、僕は力先生とのカウンセリングの時に結構力先生も本当面白くって、結構いろんなことぶっちゃけていろんなこと話してくださる、すごい優しい気さくな先生なんですよ。なので、その僕カウンセリングの時に結構いろんな暴露話というか、結構私たち一般人としてすごく知りたいようなちょっとした暴露話、ガーシーじゃないんですけど、ピーキーさんが、もうピーキー先生がちょっとした暴露話みたいなのをしてくれたんで、ちょっとそれはまた別の動画でもう一本送りたいと思うので、これは今編集してるところなので、ぜひご覧になってください。チャンネル登録なんか知らなくても正直見れるんですけど、このままおさゆちを見ていただけたらなと思います。やっぱ美容取材施術系とかはロールクリニックさんとかにお世話になっていけたら、なんかそのデトックスもね、ほら見て、忘れてた、これ癒されちゃった、ほら見て、しじみの筋肉ですよ。こうやっても見て、ここにシワがいかない、すごいよ。おでことしじみで力比べしたら多分同等ですよ。全然動かない、この辺。でも別にちゃんとその垂れてこない場所を選んで力先生が打ってくださってるので、全然心配ない感じする。やっぱりここのまぶたが重くなってくるっていうこともないし、もうなんか別に何ら変わりはなくて、ただシワができなくなってて本当に全ての施術やってよかったなって心から思います。力先生、高間さん、本当にありがとうございました。多分今後もボドックスはちょっとこの辺を打ち続けていこうかなと思います。力先生がもう美容に通う感覚と変わんないねって言ってくれてて、私はそれを今信じているのでまたちょっと取れてきたら打とうかなと思います。というわけで、顔面課金アップデートしてきた朝日さやかの動画でございました。こうアップデートしたんじゃないね。今後も朝日 YouTube ぜひぜひご覧になっていただけたら大変嬉しくて、行こうかなと思っちゃいます。何卒よろしくお願いします。それでは皆さん、せーの、私声出ないからバイバイが、そういつものバイバイの声これ出ないから、顔だけやるからバイバイって言って、せーの、違うちゃんとやって、あ、じゃあ目玉親父の声でいきましょう。せーの。